テリー・イーグルトン、テリー・イーグルトンは、イングランドサルフォード出身の文芸批評家、哲学者。24歳の時に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで博士号を取得。その後、オックスフォード大学のウォドム・カレッジ、リネカー・カレッジ、セント・キャサリンズ・カレッジなどで学んでいる。現在は、マンチェスター大学で、文化論の教授とジョン・ライランズ・フェローの研究員をしている。 イーグルトーンは、マルクス主義の文芸批評家、レイモンド・ウィリアムズに支持し、19世紀の文学及び20世紀の文学について、マルクス主義的な研究をしている。最近では研究の方法を、より伝統的な文学論に接近させている。1960年代に、ケンブリッジ大学の急進的カトリック集団、スラントに関わり、トゥアーズ、 英乳レフト使用オオロジーに収められている数多くの記事を寄稿した。彼の最新の観光物では、進学的問題への新しい関心を示している。また精神分析学にも影響を受けており、スラボイジ軸ジを学問的に支持している。文学とは何か、リテラリーセオリー、アイントロダクション、1983年では、 19世紀ロマン主義から最近のポストモダニズムまでの文献をマルクス主義的に研究し、脱構築主義などの流行学説を批判している。また彼は学問上だけでなく政治上もマルクス主義を標榜している。オックスフォード時代にはアラン・ソー・ネットラの労働者社会主義同盟に加わるなどマルクス主義活動に熱心であり、ニュース・テーツマニア、レッド・ペッパー、ガーディアンなどの雑誌。 新聞に政治時事評論を寄稿していた。アフターセオリー2003年において現代文化と現代文学の学際研究について論じ、その品質低下を指摘している。イーグルトンはこの分野における学際的研究の有用性を認めないわけではなく、包括的な研究が行われていないとした。現代進学やポストモダニズムの研究は、 絶対的な価値について語られていないことを指摘し、絶対的な価値の実在を主張した。我々が自主的に選ぶことができず、自主的に離脱することができない肉体に生きなくてはいけないことから、肉体とその死滅に人間生活の絶対的価値を主張している。一方でイーグルトーンはアイルランド文化についての三部作的著作を完成させている。 文学とは何かにおける記述は、筒やスタの文学部ただの教授の下敷きになったと言われている。ありがとうございます。